こんにちは。今日はスターバックスの商品を買ってきました。新商品のフラペチーノとフードをいろいろ食べます。リクエストをくれた皆様ありがとうございます。それでは早速フラペチーノから飲みます。いただきます。まずは新作のプリンアラモードフラペチーノを飲みます。持ち帰る間にホイップが沈んでしまったんですけど、作りたてはね本当にワクワクしてしまうような素敵なビジュアルでした。中のジェリーは無料で増量できませんでした。その代わりいつものごとくホイップを増量して作ってもらいました。まずはホイップとフルーツジェリーを食べます。美味しい。安全のスタバの美味しいホイップと、このジェリーね、弾力はないんですけど、つるんとした食感で果肉感があります。ほんのり甘酸っぱくてね、合わせて食べたら絶対美味しいだろうなって味してます。今回もストローは太めです。それではまず混ぜないで飲んでみます。美味しすぎる。620円と本当に高いと思ったんですけど、もうこの一口目で買ってよかったって思います。卵感が強いカスタードって感じなんですけど、ちゃんとプリンの味しますね。でね、甘さあるんだけど、ほんのりビターなカラメルソースの風味が後からぐんぐん口の中で広がってね、本当に美味しいです。口の中の余韻だったりリッチ感がすごいです。今度混ぜて飲みます。口の中が一気にパーティー。ホイップクリームとフルーツジェリーが加わったことによって、まさにプリンアラモードを口に入れた時の味がします。甘さはね、想像してたよりも甘くないですね。でもね、プリンの卵感というかカラメルソースもあるからか、軽い感じのフラペチーノではないですかね。子供から大人まで愛される味だと思います。こんなに満ち足りた気持ちになるなら620円出してもしょうがないかなって思えてきました。たまにフルーツジェリーがストローに詰まるんですけど、果肉の食感やジェリーのプルンとした食感がいいアクセントになってます。今回私はやりませんでしたが、チョコレートソースを追加するとチョコレートプリンの味わいになって美味しいみたいです。次はサンドハムエッグを食べます。ちなみにホットサンドとフレンチトーストとピザトーストを温めてもらいました。おいしい。パンは香ばしいしね、この卵とろがたまらないです。今トマトの味がしたんですけど、とっても優しいですね。チーズ、ハム、卵で朝ごはんにぴったりですね。ハムがね、3枚ぐらい重ねてあるから、しっかりハム食べてるって気分にもなるし、全体的にまったりとした味なので、小ぶりではあるけど満足感はありますね。パンだけ食べてもね、程よく塩気があって美味しいです。王道な組み合わせとまろやかな味わい、美味しい。次はフレンチトーストを食べます。一緒にホイップをつけて食べます。まずはそのまま食べます。美味しい。もうね、とってもシンプルな味わいです。表面こんがり焼いてあるので香ばしさも感じるし、フレンチトーストの優しい甘さがいいですね。今度ホイップつけて食べます。最高に美味しい。このフレンチトースト強い甘さではないので、店内で食べるときはホイップやキャラメルソースを追加しても美味しいと思います。耳の部分は歯ごたえがあるんですけど、中はふわもち食感です。でね、上のところだけトロッとするんですよね。シンプルな味わいだから自分でアレンジしてもいいと思います。次はピザデニッシュを食べます。美味しい。デニッシュ生地を使ったピザトーストなので、表面はサクサクしてて、中がふんわりしっとりもっちりしてます。酸味の効いたトマトソースとベーコンとチーズの組み合わせ最高です。デニッシュの部分が分厚いんですけど、しっかりとした味付けでバランスがちょうどいいです。
ほんのり感じるブラックペッパーやピスタチオの風味がいいアクセントになってます。トマトの酸味とチーズが絶妙です。これね、本当に美味しかったです。次も絶対買います。次はコーヒーゼリーケーキを食べます。ブラウニー生地は結構固めですね。上から下まで全部一気に食べます。大人の味わい。ムースの口どけが良くてね、しっかりとしたコーヒーの風味、苦味を感じることができます。でね、コーヒーゼリーの弾力があってね、美味しいです。エスプレッソビーンズ食べてみます。単体で食べるとエスプレッソの苦味がキューンって広がります。でね、ブラウニー生地がとっても濃厚です。甘さもあるけど苦味を感じる大人のケーキです。何よりコーヒームースとブラウニーの相性が抜群です。チョコレートとコーヒー同時に味わいたい方におすすめ。最後、チョコレートジャンクブラウニーを食べます。袋の中はこんな感じです。これね、存在をまず知らなくってやる予定ではなかったんですけど、お店行って発見して美味しそうなので買ってきました。フォーク刺した感じ柔らかいですね。すごい。生地はね、ほろっとしてるんですけど、しっとりしていて、口の中の水分でペタッと濃厚に張り付く感じですね。チョコレートチャンクの存在感もいいし、クランブルはサクサクしています。でね、これ香り付けにコアントロを使用して焼き上げてるみたいなんですけど、そのリキュールの風味をよく感じますね。これもホイップと一緒に食べたら美味しそう。この一つに濃厚な風味や香りをギュッと詰め込んだ感じです。とっても美味しい。ごちそうさまでした。スターバックスの新作最高でした。本当に美味しかったです。今回はね、レトロな感じなので袋もとっても可愛いです。こっちが前でこっちが後ろです。皆様もぜひ本日から発売ですので、ぜひお試しください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。さよなら。Twitter、Instagram もやってます。よければ関連動画もぜひぜひ見てね。カップヌードル激辛味噌、出来上がりはこんな感じです。もうね、匂いが辛い。うわ、辛い。本当に辛い。君は本当にカップヌードルかいってぐらい唐辛子の辛さが一気にきますね。味噌ベースだけど鶏肉や豚肉の旨味を感じますね。それと何より生姜とニンニクのガツンとしたパンチ力がすごいです。カップヌードルってこんなに麺太かったっけ。うん、辛いけど美味しい。パワーがみなぎってくる。あー、美味しい。カップ麺の中でもかなり辛い方に入ると思うんですけど、全然食べられないってほどの辛さではないですね。これね、すっごい美味しいです。
かに味噌味なんですけど、かなりライトな感じですね。味噌の濃厚な感じはしないです。うわー、美味しい。辛いの好きな方はぜひお試しください。